やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。スーパークレイジー君、本名西本誠さんの政治家としての運勢を占いたいと思います。はい、基本的に1日1または2本アップしてます。チャンネル登録と通知音ぜひお願いします。ツイッターのフォローもぜひお願いします。はい、スーパークレイジー君ね、東京の都知事選の時に後藤輝樹さんと一緒に出ていたのでずっと気になってはおりましたけれど、その時は占わなかったんだな。まだ金髪でバリバリのヤンキー風な感じだったから触れずにいたけど戸田市のね市議会議員になりまして、黒髪にしたら なんだただのイケメンじゃんみたいなね。そして今戸田市とのね市議会議員たちとめっちゃやり合っててすごい展開になってきたなと思ったので、これは占わなきゃなと思いまして、はい、ニュースを読みましょう。トースポです。憧れのトースポ。はい。現役議員も関与。スーパークレイジー君が戸田市政の闇を暴く。はい。埼玉戸田市議のスーパークレイジー君34歳に降りかかった辞職圧力騒動が拡大している。クレイジー君は自らを、クレイジー君ってこのさ、呼び方呼び方これトースポっぽいよね。西本さんとかの西、なんか西本氏とかじゃなくてさ、クレイジー君って呼び方。クレイジー君さんじゃないの、しかも。さかなクンさんとか、さんつけないの、さかなクンとかクレイジー君は。いいのか。まあ、クレイジー君は自らをはめ落としている関係者を次々と直撃し、真相を暴いているのだ。はい。当選後、クレイジー君は選挙管理委員会の事務局長から深夜に呼び出され、今すぐ辞職すれば株が上がる。戦う相手は巨大組織と遠回しに辞職を促されたことを暴露。ね、今日からちょっと読み方を単調じゃなくてちょっと面白くしようと思います。はい。選管は発言は不適切だったとして事務局長は異動となっていた。その後もクレイジー君は止まらない。記者会見を開き、辞職圧力や住居実態がないことを理由にした当選異議申し立てが出た背景に宗教団体が関与していると爆弾発言。さらに新たな動きが判明した。で、ね、この宗教団体がね、この、いろんな人がネットで言ってるけど、多分、経営なんとか党の感じかなっていう。その人が落選してるんでしょ、一人。クレイジー君が落選してればその人がこう、受かってたのにみたいなね、関係にありまして。うん、で、市議選に落選していた NHK 党の黒瀬氏が、現職市議からクレイジー君に当選異議申し立てを出さないかとの電話があったと YouTube 上で暴露。これを知ったクレイジー君は、A 議員や所属する会派を率いた B 議員に直接問いただすべく、20日に面会を試みたのだ。A 議員は裁判になったら面白いと思い、異議申し立てのお誘いは自分の判断だったと言っていた。で、黒瀬氏も本心に A 議員は悪気があったようには思えないと話し、時系列的にも A 議員が辞職圧力騒動の首謀者というわけではなさそうだ。とはいえ、市役所、議会内でクレイジー君に対して排除したい、足をすくいたいとの空気が充満している証拠とも言える。首謀者はいろんなところから分散して異議申し立てが出てくればラッキーということだったんでしょう。大人のいじめには屈しない。真実を知りたいとクレイジー君は最後まで戦い抜くつもりだ。はい。ここまでやるとね、なんか善と悪っていうか、こう、悪者がそんなに悪者らしい立ち振る舞いをしてくれると、クレイジー君をめっちゃ応援したくなるよね。はい。ということで、戸田市政のこの闇をこう、暴くことができるのか、クレイジー君。で、今後の政治家としての運勢はどうなのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。カバラ数秘術。1と5でした。本質1、リーダー。リーダーと王様ね。はい。で、5は変化。変化と自由を愛する旅人です。どっちも発想力ですね。今似た感じが思いついたのは、河野さんの3と1だっけ ?3 と1とちょっと似てる。1と5。今似た政治家が思い浮かばないから、河野さんくらいしか思い浮かばなかったけど。そうね。1も5も発想力、想像力、アイデア。
そういうのにすごく長けています。で、スピード感がどっちもありますね、1と5。こう思いついたらパッてこうすぐ行動に出すと思います。スピード感がどっちもあります。もう常に動き回ってる感じがするかな。足りないのは、周りの人の言うことを聞く。ね、耳を傾けることをしないと1も5もちょっと大変かな。あと5の数字の場合は何かをやり続けるとかね、一つのところに留まって我慢強さみたいなのを身につけた方がまあ5の人はいい。1はわがままにならないように。そんな数字かな。どっちもこう頭の回転が速くて、とても賢い、こうインスピレーションがパッて働くような感じですね。はい。すごく頭のいい方だと思います。頭の回転速くてわーって多分上手に喋る感じだと思う。この数字だと。私みたいにたどたどしく、って感じじゃないと思う。うん、そらそらって滑らかに喋れそうな数字だなと思って。この移動法奇数で偶数がないから何か形にするとかね、実務的なところがちょっと不得意なので、そういう人がサポートしてくれるといいかなっていう感じがします。実務的な数字っていうと、4、2、4、6、8みたいな、そんな数字がちょっと周りにいるといいかなって思います。はい。あ、ちなみに今、スーパークレイジー君は両方奇数だったけど、後藤照樹さんは両方偶数でした。4と8でした。だ結構ね、タイプが違うね。後藤さんの方が理論というか、理屈っぽいというかね、何かを形にするタイプですね。うん。はい。では、スーパークレイジー君は、戸田市政の闇。闇を暴くのか。なんか、クレイジー君の話をしながら、なんでそんな後藤照樹の話すんのかって、昔から見てる方はご存知かと思う。ますけど、最近からの方だと知らないと思うんですよ。去年の都知事選の時に、後藤照樹さんとコラボしたんです、この部屋で、ここで。後藤照樹さんに占いを教えるのと、あと、遠隔霊気ヒーリング、彼は霊気ヒーラーでもあるので、霊気ヒーリング対決っていう動画が過去にアップされてるので、そうなんです。それでちょいちょい私は後藤照樹さんの名前を出すよっていうね。それをなんか言わないと、なんでこいつ後藤照樹の名前そんな出すのって。思われそうだなと思って、うん、見てください、ぜひ。はい、すいません。戸田市政の闇を暴くのかね、うん、ではこういいカードがバシッと出たら暴くでしょうね。戸田市政、戸田市議会、闇を暴いちゃうのかい。どうなんだい、クレイジー君、どうなんだい、暴いちゃうのかい。どん、これはちょっと厳しかった。女帝の逆。思ったよりドロドロしてますね。めめしいドロドロさっていうの。この男性のカードじゃなくて女性のカードが出た。なんだろうね、女性的な、何これ、またさ、女性的なとか言うと、またさ、なんか性差別とか言われそうで。最近さ、怖いんだけど、なんか私も発言が女性と男性のこのカードが出るとさ、なんかこう言うと、あれなのかなとか、なんか性差別してんのかなみたいな。女性的なねちっこさって言うと、なんか差別なのかなとか今、ふと思っちゃったりしたんだけど、大丈夫ですかね、セーフですかね。男性的なカードじゃなくてね、女性的な感じで、プライドが高いとか、見栄っ張りとか、こう、傲慢さとか、わがままさとか、なんかそんなカードなんだよな。パーンってこう、明らかにするよ、できるよみたいな。そんな一筋縄ではいかない、このねっとりしたドロドロ感がこの戸田市政には漂っている気がするので、スーパークレイジー君が全てを明かすのは厳しいかな。対策注意点、女強行、また、なんで女性的なカードが出たんだろう。女強行でいけ。これはね、理論的な、知的な、クールな女性です。さっきな、クレイジー君、1と5だったじゃん。両方、何こっちがね、奇数っぽいね。こっちが偶数っぽいんですよ。なんか、こっちの方は理論派な感じで、こっちの方はなんか感情的なね、優しさとか思いやりとか。こっちの方がこうクールで淡々とこう、なんか理知的、なんか理論的みたいな感じなので、感情論で行くなと。クレイジー君よ。ね、多分感情論とか、情熱とか、熱さとか、そういうので行きそうな感じがするんですよね。1と5の数字の人。そうじゃなくて、リズメの方がいいよっていう。理論で、理屈でどんどんね、やるなら、攻めるとか、アプローチした方がいいよって出てます。はい。じゃあ、今後の政治家としての運勢を見ましょうね。政治家として大成するのか、どうなのか。はい、ズバッと出ました。
なんかちょっともう嫌になって辞めるみたいなのはありえるな。嫌になってじゃないか、また新たな挑戦するから辞めるわみたいなのは十分あるなって思った。いいんだけどね、立場とか環境もいいんだけど、まず過去にまた女帝の逆が出てる。なんだろう、なんでクレイジー君なんか女帝の逆出がちなのなんだろうね。で、現在世界を背景に正義。これはね、この、もう、こう、今までの、こう、変わらない、ガチッと、こう、固まってしまった、変えられない政治の現実みたいな。今、まさに、こう、目の当たりにして、目の前にあって戦おうとしているけど、それを目の前にして、ね、正義、戦おうとしています。裁判でも何でもやったらで、裁いてやるみたいな感じね、まさに。だけど、気持ちのとこがあんまり良くないな。顕在意識、マジシャンの逆、あんまり、こう、アイデアとか、ちょっと作戦が良くないかもしれない。クレイジー君。誰かさ、なんかブレーン的な人とかいればいいのにって思っちゃった。このマジシャンの逆見て。なんかクレイジー君の考えた通りに、なんかさ、こう、アイデアとか感情とか、なんかそういうので動くと、あんまりよろしくないのかなって思っちゃった。で、潜在意識も悪魔。なんだ、悪魔と戦おうとしてるのか、自分の中に悪魔がいるのか、なんだろう、こう、やっつけたいっていうね、戦いたいの気持ちが、正義じゃん、ね、ここに正義出てるけど、悪魔的なドロドロ感も自分の中で戦ってるのかな。もう、なんだろうね、やっつけてやりたいみたいな、ドロドロがちょっと、憎しみのようにちょっと、溜まっているかもしれない。で、近い将来は月の逆なので、ね、なんか、パッと晴れやかになれそう、なりそうなんですよ。今のこの全体的なこの戦いみたいなのが。なので、近い将来はすごくいいなって思った。で、政治家としての立場も、審判を背景に力、ね、強い決意を持って、なんか目標を掲げて、すごい頑張るエネルギーも持ち合わせてるし、環境も女強行。環境。誰かブレーンがいればいいのにって言ったけど、いるのかな？なんだろう。環境はね、いいよね。知的な女性が、なんか誰かいそうな感じがする。で、可能性がフール。新しいチャレンジ、旅立ち。で、最終結論が節制の逆。この辺なんか見ると、なんか政治資金とか、こう、お金が苦しい、もしくはなんかすごいストレスになるから、ちょっともう政治家俺向いてないかもって言って辞めちゃうかもしれないみたいな。そんなのをインスピレーション的に感じたよ。長く政治家としてやってるかなっていう感じのカードじゃないなっていう。で、そう、注意点対策に死神なので、やめた方がいいって言ってるのか、突然のこのね、政治生命が絶たれるのに注意って言ってるか、どっちにしろなんか、やめちゃうかもしれない、その可能性がかなり高いかなって思いました。そうなんだよね。5の数字持ってるから、それは十分あり得るんだよね。人生いろんなことにチャレンジしたいみたいな、常にやりたいこととかやってること結構変わるので、この人ってまあそれも十分ありかなみたいな。政治家として大成するかって言われると今のところはそんな感じがない。なんか辞める線が強そうかなっていう感じがします。はい、以上スーパークレイジー君について占いました。いかがだったでしょうか。じゃあじゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけん、ほい、グーなのでパーの人の勝ちです。そっか。もうちょっと、なんか、長くね、なんかいろんな闇をやばいて欲しかったなっていうちょっと期待があったんだけど、ね、どうかな。うん。はい。じゃあ、ありがとうございます。バイバーイ。さよなら。